かってると思いますけど、シンプル生活を楽しむ会っていう、あの生活をね、シンプルにしていこうっていう感じなんですよね。それでもう12年この会をやっております。それで毎年ね来てくれるから嬉しいんですけど、多分ねシンプルって言ってもなんかお子さんにはねまだわからないかもしれないけど、今日やるいろんなテーマはね、お家の中に物がいっぱいあると思うんですよね。そういうのを自分の生活習慣を見直しながら減らしていくっていうのがうちの会の目的なんです。今日はこの4人ですね、4人にいろいろこれから T シャツとか靴下とか、ね、こう引き用具とか、あともう一つこういうねゴミを入れる机のとことか、食事している時にこういうゴミ入れがいくつかね、あとすごい使い捨てなんですけどね、チラシで作って新聞で作ったりしてますけど、こういうことをちょっと勉強しながらねやっていきたいと思います。作ってみてください。でこういうのってね、割とこれもそうですけど、こういうふうにこう畳んでいくつかしておくと非常に便利です。台所でも野菜切ったりでも蒸したりとかね、ゴミを入れたりとか、これなんかも縮まるよね。そう、小さく使わないときはこういうふうにして保存できますので、もう一つごく簡単なのはこういうので、私はもうちょっと大きいので作ってますけど、この中にスーパーなんかでよく巻いてあるビニール袋ありますよね。あれをこの中に入れて台所にポッと置いてゴミを入れてそのままこう捨てるっていうことをやってます。そういうなくてもね、うちの会は本当に家にあったいらないものをすごく再利用するっていうあれも勉強してますっていう、なんか買わない、まずうちの方本心は今日から物を買わないっていう趣味なんですね。でそれを毎回言ってると皆さんね買わないようになって、家の中をこう見て代替できるものはそれを使っていくって感じで行動できるようになりますから、それを目的にしてます。もしかしたらこれを買いたいけどこれを使おうって言ったらお金余りますよね。1000円でも1000円はあれだから、まあ、1000円したらそれを貯金箱に入れて、それをたまったらなんか楽しいことをして、物を買うんじゃなくて食事に行くとかね、どっか見に行くとか、そういうものに使った方が家はだんだんすっきりしてきます。でそういうね、小さい時はお子さんは特にね工作とかの好きだから、ちょっとアイデアをするといろんな使い方が発見できると思います。